ハップルウルトラディープフィールドとは宇宙望遠鏡科学研究所が行ったハップル宇宙望遠鏡による超新宇宙領域の探査である。ハップル宇宙望遠鏡を運用する宇宙望遠鏡科学研究所が1995年のハップル新宇宙探査、1998年のハップル南天新宇宙探査に続く新宇宙探査計画の一つであり、2003年の 回収により取り付けられ、多くの天文学者により、高性能を期待された微光天体カメラの性能の試験でもある。探査領域は、ロザの一度ほどの領域である。微光天体カメラ及び赤外線カメラを用い、2003年9月24日から2004年1月16日にかけて行われた。得られた画像には、 赤型変異 Z イコール3以上を示した銀河が1万個以上も映し出されており、中には Z イコール6から7の銀河も映っていた。また、通常の渦巻き銀河や楕円銀河に混じって様々な奇妙な形をした銀河の画像が得られた。ハドフで発見された赤色 ICUDF2457 は59000光年の距離があり、これは 直径が8万から10万光年とされる銀河系内で観測された最も遠い星である可能性がある。ハドフの観測により宇宙初期の混沌とした状態の中で銀河同士が互いに影響を及ぼし合っている状態を目の当たりにすることができる。赤方変異と距離との関係、ありがとうございます。